リニア新幹線の議論をめぐり国の担当者がきのう静岡市の田辺市長を訪ね意見交換をしました静岡市役所を訪れたのは国交省の江口修司技術審議官で田辺市長とおよそ40分間非公開で面談しました 国は県と JR 東海が対立するリニア新幹線の議論をめぐり、新たな会議を設け、調整役を担うとしていて、今月6日から大井川流域の市町を直接訪ね、地元の意見の聞き取りを続けています。水の問題を抱えている市町に訪問するというのが、また一義的にはそういう目的でございます。 自治体も、ね、いろんな思いがあるでしょうからね、その中でどういうふうにね、えー、合意をしていくか、まずはた田辺市長は、JR 東海と合意に向けて議論を深めてもらいたいとも伝えたということです。